さあ、時房様もどうぞ一献。いや、私にはその政務が。こんなめでたい席なのに固いこと言っちゃダメかな。しかしですな、やっぱり私みたいな綺麗じゃない女の子にお酌をしてほしくないんだ。いや、そんなことはありませんぞ。あなたほどの美人はこの国に、いや大和中にもそうそうおりますまい。それなら。いや、しかしですな、やっぱりお世辞なんだ。そうではなくて。あからさまに嘘泣きだな、あれは。ではとりあえず一個。ん、あれは。おっとっと。ああ、こぼれちゃった。なんの、これでも若い頃は酒豪と歌われておりましてな。どうかしたのかな。ちと飲みすぎましたかな。少しまぶたが重いような。様子が変わってきたな。時房殿は顔色が優れないようですが。いや、何でもありまへんぞ。まだ顔に赤みがさしていないというのに、ろれつも回らなくなってきたか。これはやはり。ではもう一個。ん、いかがされましたかな。いや、かたじけない。貴様ら、まさか。失礼しますよ。ごめんね。やはりあの酒に何か仕込んであったか。うん、私たちに出されたお酒に眠り薬が入っていたの。それでお酒に着付け薬を落としておいたのだけれども。なるほど、あの苦い薬を飲まされたのはそういうわけか。狙いは姫殿下とオシトルさんですね。何？それは一体どういうことだ。簡単なことだ。その片方でもかければ閻魔組は掲げた旗の意味を失う。そうなればもはや抵抗することも難しかっただろう。不穏の起点に助けられたな。あの状況では眠り薬に気づいたからといってこの酒を飲まないわけにはいかなかった。どちらにしても助かりました。しかし自分の仕掛けた罠にはまるとは、なんとも間の抜けた話ですね。いっそこの場で息の根を止めておきましょうか。いや、ここで時房を殺せば暗殺という形に仕立て上げられる恐れもある。そうなれば我らの正当性が疑われることにもなりかねる。では仕方がありませんね。当初の目的通り金印だけいただいておきましょう。どうやら本物のようですね。宴席にまで金印を持ち歩くとか、
逆に不用心じゃないのか。きっと心配性なのか、他人を信用していないのでしょう。大事なものは常に自分の手元にないと不安になる人のようですし。信じることをやめたら誰もついてこないと思うが。だからこその禁印なのでしょう。信じていなくとも強引に従わせるための。さて、あとはここから逃げ出さないとね。警備は厳重だったみたいだけれども。まずは城を脱出することだ。そして国境まで逃れ、何としても味方と合流する。しかし数を頼みに追撃されれば、とても国境まで逃げられないか。さすがに気づかれずに逃げ出すのは難しいな。なら気づかれた上で逃げればいいだけのことでは。王に、僕に一計があるのですが。そろそろか。時房を縛り上げてからそう時間は経っていないが、あまり悠長に待ってはいられん。クオン、どうだ。うん、なんとかいけそうかな。では こんなものでしょうか。十分だ、行くぞ。乗じて脱出する。続け。あとは元宝殿がこちらの意図を汲んでくれるかどうか。このままでは振り切れそうにないぞ。いっそ馬を捨てて森に入る。そうすれば多少は楽になるけど。いや、このまま行く。しかしこのままでは。あと少し、せめてあの丘を越えれば。変身せよ。ここで追手を迎え撃つ。行くぞ。おさかしい死に損ないどもが、おとなしく騙されておればよいものを。悪運の強い奴らめ、どこから呼び寄せた。思ったより対応が早いではないか。時房様、これ以上の深追いは危険です。ねえ、一体引き合い。このままでは終わらん。待っていろ、押しとる。体勢を立て直し、すぐに貴様を追い詰めてやる。
はしのいだようだな。とはいえ、時房が追撃を諦めていないことに変わりはありませんが。いや、これも想定のうち。あまり好ましい想定でないのは確かだがな。しかしキング、よくぞ迎えに来てくれた。城を見渡せる位置に見張りの兵を配置しておいたのです。それでも夜だったのが幸いでした。昼では気づかなかったでしょうから、遠くからでも派手な光や爆発音が確認できましたからね。欲を言えば国境を越えて救援の兵を差し向けられたらよかったのですが。仕方があるまい。何の警告もなくこちらの兵が国境を越えれば侵略と喧伝されよう。しかし時房も不利と見るには即座に退却するとはな。将としては有能なのかもしれん。まあ難しい話はいいではありませんか。とりあえず結果として金印は手に入ったのです。そうだな。ここに長居する理由もない。一旦里へ戻ってこれからの策を考えよう。まさか本当に持ってくるとはな。大胆なことをする。半ば成り行き任せではありましたが、結果が良ければ上々です。これで姉上が家督を継ぐ条件は揃いました。仕方がねえな。しかし同盟を餌に獲物を釣り上げる腹積もりだったから、まあ時房のやつが考えそうな手だな。まんまとはめられてしまいました。何年経っても少年の方はまるで変わってないらしい。もしかして父上が追放された時も。さーてな、今となってはどうでもいいことだ。まあ、あいつのことだから自分の都合のいいように話したんだろう。俺がしくじって責任取らされたってな。違うのですか？まあ大筋じゃ間違ってねえけどな。要はまんまと罠にかかっちまったのさ。罠って、父上、それは。あの任務はこれといって問題の起こるようなもんじゃなかった。要はただの雑務だな。すぐに終わると思ってたよ。けどその日に限って妙に事故が続いてな。落石、出火、果ては賊まで湧いた。それでもなんとか荷を城まで持ち帰って一晩休んで、さてこれから帝都だってとこで時房が大事な遺物が壊れてるって言い出したのさ。確かにあの道中ならどこかで壊れていても不思議はなかったかな。そういえば時房も言ってましたね、原因は不明だったと。いや、そいつはありえねえ。なぜなら俺が運んでいた荷は偽物だったからだ。万一のことを考えて別のやつに運ばせていた。城に持ち込んだ時には傷がなかったのも俺自身が確認している。つまり献上品は城に運び込んでから壊されたと。あの男、そこまで卑劣な真似を。なぜそれを帝に言わなかったのですか？その事実を主張していれば壁を貶めることも。そうかもしれねえな。だが俺は思っちまった。この程度のことで追われるような地位なんて何の意味もねえんじゃねえかってな。そんなことは。だがな、ノスリ、この程度の足の引っ張り合いはどこにでもある。それこそ身内の中にすらな。どいつもこいつもてめえの利益のために平気で人を騙す。長になるってのはこういうしがらみや権謀術数の中に身を置くことだ。さて、昔話はこれでしまいだ。で、どうする？そいつをいただいちまった以上向こうもこのまま放っちゃくれんだろう。とりあえず家督を継いだという書状にその金印をしてばらまけば、遅くとも数日のうちに主だった者たちがここに集まる。そうすればあっちもおいそれと手が出せなくなるが。書状の文面なら僕が考えますから、姉上は何も心配することはありませんよ。
いや。俺は正常にお返しする。姉上、金印を姫殿下にお返しするって、あんなにも欲しがってたじゃないか。どういう風の吹き回しだ。私が欲しいのは金印ではない。何？じゃあ家督か、それとも。それも余力というか、ただの手段だ。私は、私は父上以上の長になりたいのだ。何？時房、父上を陥れたという卑劣か。あいつがこんなものを御所を大事に抱え込んでいるのを見て思ったのだ。こんなものに大した価値などない。こんなものって、あのな、帝から賜った金印だぞ。一応帝の金印に価値なしですか。まあ確かに所詮は金でできているというだけの印象に過ぎませんが。そう、そうなのだ。所詮は印象。結局過去の権威にすがって威張っているだけではないか。確かに金印を使えば士族の皆は私に従ってくれるかもしれない。だが、つまりそれは金印の持ち主であれば誰でも構わないということだ。私は父上のように威風堂々とした長が良い。金印がなくとも長だと言ってもらえるような。しかし俺は途中で引きずり下ろされた。だから父上以上の長になるのだ。私は引きずり下ろされないぞ。そのような企みには負けたりしない。そうした卑劣な輩は許さない。それだけは父上とは違う。だから私は父上以上の長になるのだ。それでこそ姉上。ハッ、父上。奥義、やはりこいつはアホすぎてお前でもままならんようだな。とんでもない。僕ごときが姉上を御するなど。しかしそれこそ王者の資質よ。聞くべき意見に耳を傾けるのは当然だが、周りの思惑で揺れるのは釣竿と浮きだけで十分だ。父上、おしとる殿、どうやらあんたがこのアホを預かってくれたことには意味があったようだ。これからも我が娘、いや我ら一族の長をどうかよろしく頼む。あんたのそばで学ばせてやってくれ。それは我ら一同からもお願いしたい。ノスリは我らにとっても欠くことができる存在なのだ。今宵はいい酒が飲めそうだ。どうしたというので、このざまは。まさかここまで手間取る羽目になろうとは。考えるだけで腹綿が煮えくり返るわ。あの時オシトルの身柄を手にしていれば、大和勝利の立役者となり、その後の権益も思うがままだったものを。あのいけすかぬ雷光を拝み倒し兵を出させたというのに、全てが水の泡ではないか。やはりなりふり構わず力ずくで捕らえるべきだったか。いや、しかし今となっては
なんと忌々しい起因か。元宝明、このままでは済まさんぞ。奪った金印を使い士族に固執をかけるのはもはや時間の問題。こちらも金印を失った以上、戦で連中を討ち取り、その首をさらさねば士族の者どもも従うまい。手遅れになる前にケリをつけねば。キリレライを呼べ、今すぐにだ。なりふり構ってはいられぬ。雷光に援軍を要請する。もはや一刻の猶予もない。士族が集まりきる前に叩き潰すのだ。兵を出せぬとはどういうことだ。同盟を餌に釣り上げたオシトルを我と貴殿で叩く、そういう策だったはずだ。しかも相手はオシトルだけではない、宗近までおるのだぞ。あの新参者の小娘が、あれがいくつ首を上げて発注将になったか知らぬわけではなかろう。はて、宗近などただ女だからという理由で姫殿下のそば好きとなった青二歳に過ぎ、以前貴様はそう言わなかった。それはそれに、こちらが兵を出すのはオシトルたちを捕らえ奴らの御旗を奪った場合という約束のはず。なのにそのオシトルを捕らえるために我らが攻め入るというのは、あまりにも虫が良すぎるだろう。我らが攻め入って逆に縁仲向からの援軍に強撃でもされれば、こちらも少なくない犠牲を強いられる。貴様の失策に振り回されるこちらの身にもなってもらいたいものだ。正常もさぞ失望されていることだ。偽の神輿を担ぐ道化が。宗近は一騎当選かもしれぬが、それも想定のうち。アクルカの力を使わぬなら、オシトルの知略の方がよほど恐ろしい。要は敵を侮るのは禁物だが、頭数が増えただけならばどうとでもなるということだ。無論奴らを増長させるつもりはない。エンナカムイにはこちらで手を打っておいた。やむを得ず。何？兵を差し向けたなら、エンナカムイ、これでかの国からの援軍もそちらに向かうこともあるな。しかしそれだけでは。打つ手がない。ならばもう一つ、いいことを教えてやろう。先ほど草どもにオシトルの兵を追わせて、元宝の隠れ里の位置を調べさせた。何？元宝の兵を伏せておいたのは奴らだけではない。今までは里の者が密かに出入りするだけなのでわからなかったのだろう。だがこたびは護衛のため多数の兵が出入りすることとなった。それゆえさほど労せずすぐに露見したわ。雷光、まさか貴公、こちらがオシトルを取り逃がすことを初めから見越して。それは貴様の考えすぎではないのかな。何事も結果が全てだ。何も成し得ていないのなら、嘆く前にこれから何をすべきか考えた方がよかろう。元宝の隠れ里は周囲の地形も険しく、守るに安い、なかなか良い里だ。しかし打って出るにはどうかな。ヤマトの軍勢がエンナカムイに進軍していると知れば、士族の兵が集まるのを待つわけにも、立てこもっているわけにもいかぬ。あとは貴様の仕事だ。
奴らが里より這い出たところを強襲でも何でもするがよかろう。勝てばどんなご託も聞いてやろう。勝てばね。さて、舞台だけはしつらえてやったぞ。だがこれが最後だ。古来より無能な味方の害悪は有能な敵将のそれをしのぐとある。時房よ、貴様の失態がどれほど朝廷に災いをなすこととなるか貴様は思いもよらぬだろう。せいぜいその命で償うがいい。さて、これからどうするか。ん？金印の意向で士族を集めるのではないのだな。攻める気は毛頭ないが、あれを使わないとなればグズグズもしておれる。向こうも金印をなくし権威を失ったとなれば士族を抑え込む力は残っていまい。仮にも発注書だ。時間が経つほどに士族が離れ手勢が弱小になっていくことに気づいているだろう。すぐに何らかの策を打ってくると見た。どうやって士族をまとめる手はあるのか。ある。あの時房と決着をつければよいのだ。あまりにも馬鹿正直な方法だ。しかし結局それが一番の近道か。だろ。金印を掲げなくとも時房の失態を見てこちらになびいてくる者もいるだろう。それに時房の権威が失墜して兵を集められないというならむしろ今が好機。ことは我らの優位に運んでいる。しかし何か気になることでもあるの？時房が何の裏付けもなく我らを捕獲しようと動いたとは思えぬのだ。朝廷とは何らかの密約があるはず。密約？ああ、時房が語ったこの国の内情は半分嘘だが半分は本当だったのだろう。おそらく奴だ、雷光。その血のみでアクルトゥルカに匹敵するとの呼び声高いあの雷光か。どうやら厄介な相手を引っ張り出しちまったみてえだな。確かにあの方がこの件に関わっているとなればこのままで済むとは思えませんね。うん。兄様、大変なのです。どうした猫ね。朝廷が変な構えに向けて出兵したという報告が。何？変な構えに？どうして今？時房が雷光と通じているならオシトルさんが変な構えにいないことも知られているはず。その隙に変な構えを攻め落とすつもりなのか？確かに今変な構えにはオシトルも姫殿下もいない。強固な砦や地形で守られているとはいえ主や大将の不在はしきに響く。それに臨機応変な対応ができるほどうちの連中はまだ戦慣れしていない。そう考えれば確かに今が攻め時に思えるが、果たしてそれだけか。エンナカムイにたどり着くには数日かかる。大軍となればなおさらだ。その進軍は皆に知れ渡り奇襲もままならないだろう。当然エンナカムイの外にいる我らにも知られ背後をつかれる危険が高い。さらにはエンナカムイ側からも兵が出撃し攻撃される恐れすらあるのだ。大軍とはいえ博打が過ぎる。となれば雷光の狙いはエンナカムイ攻めではない。おそらくこれはよほど。では真の狙いは何だ。雷光はオシトルさんをおびき出して
対決しようとしているのでしょうか。それならやり過ごした方が。ここは隠れ里なので迂闊に動かない方が安全なのです。いや、エンナカムイが攻められるのにここで引きこもってはおられる。たとえ陽動だとしても正常やそれがしのいないエンナカムイではそう長くは持たぬであろう。ですが蝶のアズリアファンは配下にも伝染する。迷っている暇はない。その軍勢はエンナカムイに到達するまで何日かかる。エンナカムイまでおよそ5日はかかるはずなのです。ならばエンナカムイにたどり着く前に我らが朝廷軍に追いつくことも十分可能。敵にどのような思惑があろうと今ここにいる我らが奴らの背後をつくのが上策。時房との決着はその後だ。殲滅は考えず連中の足を乱せばエンナカムイで迎え撃つ猶予は十分できる。出るぞ。反撃開始というわけか。腕が鳴るのじゃ。小生としましては姫殿下には後方でお待ちいただきたいのです。何を言う。世の留守を狙ってエンナカムイに押し入る賊がいるのであろう。それはつまり世を苔にしたということじゃ。無礼者はきっちり懲らしめねばの。ルルティエも大丈夫。はい、頑張ろうね、ココポ。まあ、みんなで行ってとっとと終わらせようじゃない。シノナンも行くぞ。ちいちゃんは私と一緒だよね。申し訳ない。まだここで成し得ていないことも多いが、ノスリをしばしお借りする。いいぜ、ここは俺に任せておくな。ノスリ、ナト女をあげてこい。もちろんです、お任せください。我が弓で射落とせぬ者はおりません。よし、いい返事だ。オシトルが動き出したか。今さら時房を手助けする義理もないが、しばし我が手の中で踊ってもらおう。朝から歩き詰めとはいえ、本体と合流するのはまだしばらくかかりそうか。朝廷軍の動きはどうか。報告では変わらず街道をまっすぐエンナカムイに向かっているそうなのです。街道を使うとは兵の動きを隠す気もないということか。やはり陽動の線が濃いな。我らが背後につくことを待ち構えているのかもしれない。不安。相手が雷光ならばこのような一見愚策に思えることにも何かしら別の意図があるはずだ。それが見抜けるうちは不安は拭いきれるものではない。しかしこっちは今の今まで里に隠れていたんだぞ。それがいきなり後ろに現れればあっちも相当驚くんじゃないのか。それはあるやもしれんが、何か見落としているのではないのか。しかし何よ。疲れている。主様、遠征には少々休憩を挟むことも大切かと。そうですね。休むのであればここより少し下ったところにちょうど川がありますが。だが今は休んでいる暇はない。ああ、いや、アスリーは禁物か。少し補聴を落とそう。キュール、皆にそう伝えてくれ。承知しました。まだ本体には追いつけぬか。
しんがりとはいえ、ずいぶん話された。危ない！待ち伏せ？なぜこんなところで待ち伏せを？我らが動きを読んだ上でもできすぎている。お、そうか、もうすぐに。すまない、助かった。いや、これはそのわざとだが、わざとじゃなくて、ノズリ。油断した。奇襲を受けたというのに、ほうけるのも大概にしろ。そこ、お互い様だ。しかし気をつけよ。おそらくまだ敵が近くに。なんじゃ！正常！はっ！でー！うわ！今のは一体？正常、ご無事で。うむ、余は大丈夫なのじゃが。何があった？ああ、大したことない。伏兵ですね。森に紛れて待ち伏せしていたとは。これは。この兵の装備には見覚えがあります。時房の城にいた兵と同じです。つまり。これって時房の隠れ里が他には知られていないと過信していた。我らがここを通ると読んで罠を張っていたのだ。でもいつの間に。今まで隠れ里は見つかってなかったんじゃ。これまでは相手が時房だったからだ。しかし雷光が裏から糸を引いているとなれば話が違う。時房と争うこちらの動きを読み探りを入れていたのだ。そして隠れ里の位置を特定し、時房を伏兵として潜ませ、それを餌に我らをおびき出してきた。状況的にあまり有利とは言えません。一旦引きますか。いや、あちこちに兵を潜ませているというならこちらに逃げ場はない。それに里に引きこもっては円仲無は救えぬとなると。ウルル、サラーナ。はい、具足の用意整っております。クオン。うん、背後は任せて。ここで時房と決着をつけるしかあるまい。やはり大物釣りには餌にも凝った方が良いということか。雷光の餌に釣られのこのこ里から出てきたのが運の尽きよ。確かにオシトルは強いかもしれぬ、だが不死身ではなかろう。森の奥深く、あらかじめ潜ませた兵で足止めし、孤立させた上、括弧に撃破する。見通しが悪く動きが鈍る森では、兵も分断され、数も活かせぬはず。一枚ずつ皮を剥いでいき、裸になったところを囲んでしまえばよいのだ。初手はうまくかわしたようだが、奇策なら誰にも負けはせぬ。我とて八中将、その意地。僕と味わわせてくれる。